次スーパーレア、次スーパーレア、うわー来た、じゃあ開けていきます。でもスッカーとバラバラに投げちゃっていいの、投げればいいんだけど、浮かれ、アシュラ浮かれ、普通のは何作るの、これ俺さん何作るのって言ってる時点でもう俺じゃないと多分分かんねえよ、ね、あ、ザイムだった、あ、欲しい、超欲しい、これこれやばい、これやばい、これやばい、もうスーパーレアの入院なんだよ。あー、それかやばー、この弾丸もなんか作る人気だから50円、あー、まあそうだ、350円なの作るんだよ。でもこれさ、全部作るんだけど、それはどう、あ、呪文パーフェクトギャラクシーじゃん、シークレット。はい、これ呪文のパーフェクトギャラクシーです。ルサの初期がある。ルサの初期がある。すげえ。なさぶし。え、なるぞ。あ、欲しい、欲しい。あれ、ドキュラマスターこの一杯ね。ボイシャクトもめちゃかっきりやな。え、ドキュラマスター。バスター、バスター4ある。ボイシャクドキュラマスター SD。SD。とりあえず OS のここに入ってるから全部作るんだけど。初めて3枚。トップオブラマスク2枚。すげえな。あ、そうなの、固定した値段もつけてない、あ、ビルダム出てきた、チェック入ります、誘引じゃねえかよ。ちなみにシクテクなんだけど、これは値段がつく、初期でしょ、そう初期やつ、なるほど、初期あ、シリンダー、あ、またビルダム、はい、ガチチェック入ります、誘引じゃん。おさん何枚俺の欲しいミリゾン買ってんの、あー、セイターママリア3枚でしょ、デモスのご存知でない、つくんだよ。何回も言わせないでよ、ここ全部つくんだよ。てか逆に言うと、ベリリアってその一時期お店が30円書いたりとかしてるから、実質全部30円つくんだよ、5000枚までなんだけど、もう20万超えるくらい、はい、焼きにくい、おやさんしか勝たないの、本当におやさんしか勝たないから始まるよ、これ全部でやばい、ほらほら天気がいいだ、結構すごい。すごいね。そこら辺もいっぱいあるな。やばくね、やっぱ旧アキャンで初期コイルなんで。おらおらおら。かっこいいすぎる。はい、こんな感じです。もう疲れたよ。周りはみんなビルク使ってたけど。あとはこれ絶対。終わりっす。おー、終わりでーす。終わりでーす。終わりました。え、終わっちゃったの？終わりました。終わったと思った。ピアス君のここから地獄の作業が始まるから頑張ってね。ジェイジョンじゃないものはもう弾く。いいよ。この量今から検査するやべえ。疲れましたね、うん、疲れた、現在進行形で疲れてるんですけど、天候にね、この状態は、状態は見る、まあ、もちろん見る、一応見とこ、もちろん見るっていう、もちろんっていうあれが入ることによって、やつはもう黙るしかないノーマルだけでちょっと換算してみましょう、ノーマルだけで100円が64、あ、50円が80円、50円が80円、10円が20円が33、30円113、16円、一応ここのレアだけで1枚寄せろって感じ、慎重。もうここら辺のレートとか難しすぎだろ、ハンドマドンナのレートとかガチでむずいよ。ここの値段2万6000円、ではプロモの値段、プロモ2、プロモじゃなくてそれ S ラか、あ、 S ラか、あ、何計算してたこと、あ、できたー、はい、スーパーレアだけで33,370円です、え、これもう終わり、これで終わりです、これで終わりです、合計9万、10万510円です、やば、終わり10万がいます、これが、今出てる合計金額9万510円が探し合ってたレアカードの賞、合計金額、はい、やべ、まあ、あと9万出せば、9万ちょいぐらい出せば、いいの買えるじゃん、いるか買ってもらえるか、一応俺の参考値段だからね、合計9万510円で、まだ、まあ、ベリリアスーパーレアの使わないカードが30円買い取り
のところ、うん、だったらもっともっと加算されていくので、まあこれ以上の、まあ、約10万あるよねって、あるよね。まあ全部チアスが頑張って調べてくれたね。なんて調べてチアスが、というわけで検証なのかな、これ検証、検証結果、大家さん家に眠ってるレアカードは9万円近くあったと。9万510円でした。はい、はい、10万円が眠ってるっていうところですね。はい、今デーマやってなくてもなんかカード押し入れに眠ってるっていう人は探してみてください。そう、昔安くても今高いってカードもあるかもしれないんで、ぜひ探してみてください。というわけで今回の動画以上です。お疲れ様でした。お疲れ様でした。はい、じゃあお疲れ。ありがとう。飯行こう。やったー。